あ、おはようございます。武器を持っていない無防備な相手に対してお姉様はショットガンを7発撃ちました。今の気持ちは？いちいち数を数えるなんて陰湿で嫌な奴だと思いました。あ？あ？ちょ、いきなりやめてくださいよ。たく、何発でもキルすれば同じなんだから別にいいでしょ。そういう考えが自分を殺すのよお姉様。あ、近くで誰かが撃ち合ってるわ。随分いろいろなところから銃声が聞こえますね。こういう時は大体近いところから行く。あ、後ろから失礼します。イージー。まだ終わってないわよお姉様。2人とも倒せましたね。ふう、安定の玉乗り作戦だったわ。やはりこれが最も勝率のいい作戦。なんか言ってるわね。お嬢様、なんか珍しいもの持ってますね。あー、金色のやつでしょ。なんか宝箱から出てきたから一応拾っておいたのよね。でも正直使い方忘れてるのよね私。これ使うと一体どうなるんだったかしら。なんか爆発したような気がしますが。爆発ね、まあ使いどころはありそうね。いい武器とか飛び道具手に入ったら容赦なくしてるけど。さっき打ち合ってた別の敵かしら。音が近くで聞こえてるわね。さすがに上を取ってる方を倒しに行った方が良さそうだわ。下から一歩上にいる敵にやられてしまう可能性が高いです。あれ？どこ行った？ここら辺だったと思うんだけど。あ、いたわよ。ち、バレたか。木の裏に隠れてますが。あ、お姉様突っ込んだわ。こっちや。どうやら相手の体力はすでに低かったみたいですね。とりあえずゲーム序盤はどうにかなったかしら。っていうか今回効果からじゃないのね。いや、間違えて前回と同じところに降りちゃって、さすがになぁ、と思ったから。それに結局そこ私しか降りてなかったし。あ、だからまたここら辺で戦ってるのですね。まあそういうことよ。世界の車窓からこんにちは。どこに車窓があるっていうの？普段思っていればそこがすでに車窓なのよ。わあ、やっぱりお姉様って行かれてるのね。黙りな。あ、ドラムショットガンですよ嬢様。こいつやっぱりお姉様って。そういうのー。伸ばすな、跳ねるな。いや、伸ばすし跳ねるわよ。なんかドラムショットガンってちょっと良さそうね。私も使ってみようかしら。いいんじゃないですか。エイムあんまり必要なさそうだし、お姉様に合ってるかもしれないわね。ムシムシ。お、センサー付きグレネードランチャーもあるわ。お嬢様その武器ほとんど使ったことないですが大丈夫ですか。ふ、秒で使いこなしてやるわ。見える、お姉様が無様に自爆する様が見える。勝手に見てなさいよポンコツ未来予想者。そういえばお嬢様、今回はツルハシが可愛いことになってますね。そうなのよ、ポンポンなのよ。気分転換に変えてみたのよね。私たちが現役でやってた時は二刀流みたいなのなかった気が。なんか微妙なところよね。あったような気もするしなかったような気もするのよね。結局のところわからないということですね。二刀流って普通のツルハシとかとフルスピードは変わらないのかしら。さすがに変わらないでしょ。もし変わってたらみんな二刀流使うわよ。こっちの建築ないモードはまだいいですけど、建築ありモードだとめちゃくちゃ有利になってしまいそうですね。敵発見。ドラムショットガンってここら辺から撃ってもいいものなのかしら。なんか微妙なダメージしか入ってなかったわよ。まずいこいつとやり合ってた敵が今度は私にフォーカスを合わせてきた。横取りされて怒ってるかもしれませんね。ちょうどいい、これ、使ってみるか。さあ、一体何を見せてくれるの。お嬢様エアストライクを投げ入れました。あ、逃げることに向かねえから。鬼畜の所用だわお姉様。投げてみた感想はどうですかお嬢様。うん、なんかすごいことになったわ。キラーンじゃないのよ。ダブル爆発物コンビでしたね。建築がない状況であれは地獄だったわね。とりあえずなんとかなってよかったわ。お、上の宝箱取られてないじゃない。撃たれてますお嬢様。うお、音でバレたのか。よくその距離ショットガンで撃とうと思ったわね。間違えたのよ。見せてやるわ。隕石センサーグレネードランチャーを動くのか。右側にも別の敵がいるのでお気をつけて。まずは正面の敵から倒すわよ。もう結構体力なさそうね。もうアサルトライフルでいいか。倒せましたね。あっちの敵はあっちの別の敵と打ち合ってるみたいよ。一応ミニシールドポーション持っていくか。お嬢様なんか珍しい武器持ってますね。インファントリーライフルってやつよ。一発の威力がアサルトライフルより高くてスナイパーライフルより弾が入る武器ね。イージー。まだ奥に敵が。ほう、こっちを撃ってきたわ。ねえ、全然当たってないわよ。相手避けるのうまいじゃん。お姉様が当てるの下手なだけなのに変な風に言い換えるのやめてもらっていい？しかし私に見られたらもう逃げられないわよ。二人目もインファントリーライフルで倒しましたね。まあ余裕よ。アサルトライフルとインファントリーライフル両方持つ意味あるの？なんかより遠距離を対処できそうじゃない？なるほど、適当ってことね。2秒前の私の話聞いてた？近接センサーグレネードランチャーはまだ使えそうだし拾っておくか。当たりが暗くなってきましたね。敵発見。インファントリーライフルで行くわ。いいダメージが入ってますね。お、相手も打ち返してきた。なかなかやるじゃない。敵が逃げていくわよお姉様。あ、だから逃げるなって。これお嬢様誘い出されてませんか？大丈夫ですか？ふん、昨夜、帰り討ちよ。あ、やば、ちょ、ジェットパック持ってるのは聞いてないって。ジェットパックも持ってるし爆弾も持ってるわ。やめてくださいお願いします、そんなつもりじゃなかったんです。めっちゃ早口になるじゃん。そう、許せないわこの私を爆発物でやろうだなんて。
あ、こいつ強いやつにペコペコして裏で陰口言ってるタイプだわ。そんなことしてたらなんかまた別の敵が湧いてきましたね。くぅ、なんでここで別の敵が湧いてくるのよ。日頃の行いね。え、日頃の行いなら普段なんで言ってるわけ。今のは改善の合図ってことでいいわよね、サクヤ。よ、よくないです、とりあえず落ち着いてください。てってれてー。殺す。あ、お嬢様。暴力反対。ふぅ、悪は去ったわ。と思っていたのか。私があんなのでやられるわけがないじゃん。お嬢様、もうそろそろいい加減にしないと妹様が本気で怒りますよ。怒ったからどうだっていうのよ。お前の寝ている間にお前のポケモンボックスから巨人音以外全員消す。ちょ、やめなさいよ。何人が寝てる間に陰湿なことやろうとしてるのよ。金も全部傷薬で消費する。やめてー。もう少しで DLC の光線が出るのよ。明日の夜起きた時にどうなってるか楽しみね、お姉様。ごめんなさい、謝るのはや。わかればいいのよ、わかれば。あ、誰か私のキルを取ったやつがいるわ。この家の中に敵がいそうですね。さて、待たれてる可能性がかなり高いけど、とりあえず入っていきましょうか。ふふ、この部屋にいることはもうわかってるのよ。いや、いないんだけど。あれ？ここじゃないの？足音がかなり聞こえてるわね。え？じゃあこの上ってこと？どうやら上にもいないみたいですよ。ちょっと待った、じゃあどこにいるのよ。なんだ？後ろから音が。敵です、お嬢様。危ねえ、今のは死んだと思ったわよ。でも、さっきからの足音はこいつじゃないわよ。やはりこの家の中にまだ誰かいますよ。そうは言われてももう全部探した気がするんだけど。絶対探してない場所あるでしょ。あれ？もしかしてこの家って地下ある？なるほど、この下ですか。いたー。ずーっとここにいたのね。音をかなり出していたので隠れていた感じはしませんね。マジでびっくりした。翻弄されてたお姉様、なかなか面白かったわね。しっかり家の構造とか忘れてたわ。スラップラーは拾わなくていいのですか？今日は近接センサーグレネードランチャーで行くわ。後半飛べるアイテムないとかなり厳しいでしょ。ふ、これで優勝してみせる。あ、そう。あれから特に何事もなく残り4人まで減ったわね。本当に特に何もなかったわ。あそこで撃ち合ってますね。お、これはジョスチャンス。だけど距離ちょっと遠くない？確かに遠いわね。今回お嬢様距離を詰めるアイテム持ってませんし、逃げられるとどうしようもない距離ですね。一発で死なないかな。当然死ぬわけもなく。これは昨日裏に逃げられてしまいましたかね。あれじゃどうしようもないわ。諦めてあっちにある補給物資でも取りに行こうかしら。というかあの補給物資山の上にあるんじゃない？って、登らないとダメなのか。反対側に登れるやつありそうね。あ、敵です、お嬢様。ちょ、ここで敵に撃たれるのはまずいって。お、終わりだ。まだ終わってないですよ、お嬢様。ち、上から一方的に撃ってくるなんて、卑怯よ。いつもお姉様がやってることなのよね。あれ？二発当たったわよ。これチャンスじゃね？今から向かうと普通に回復されてしまうのでは。相手が回復アイテム持ってないことにかける。いや、絶対無理だと思うんだけど。待ち構えられていたら終わりです。あいつ、どこに行きやがった？姿は見えないわね。もしかして私と入れ違いになったとか？いや、来ましたよ。お姉様、敗因は？一発目外したことと、自爆したこと。うん、絶対やると思ったもん。バカ。今小声で何か言った？ボックス消去してほしいって。ごめんなさい、やめてください、嘘です。もう、今回はこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。それじゃあまた次の動画でねー。